皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ストロングホールド2、実況始めます。前回我々は国王派の旗頭であるウィリアム朝を成敗、ついに国王を追い詰めるところまで来ました。そしてついにアプロチルートも大詰めの第12章、本作の最終章となります。前回見事に口ボサボサを打ち取ったご主人様。あとは玉座への階段を一直線に駆け上がるだけなのよ。そううまくいけばいいんですけどね。何？ご主人様の実力を疑ってるの？まあそれもありますが、玉座を狙っているのは我々だけではありません。それを忘れなく。大丈夫大丈夫。他に狙ってるって言ってもハゲとヒゲの二人でしょ。あんなのに出し抜かれるご主人様じゃないのよ。まあ油断だけはしないことです。ということで最終章、目的はズバリ国王の殺害です。我々の手で長きにわたる内戦に決着をつけましょう。プレイ開始。まずは戦力の確認です。今回は国王の立てこもる城を落とさねばなりません。我々の部隊は遠距離と近接のバランスこそ取れていますが、絶対的な数の不足はいかんともしがたいですね。カタパルトの数が多いことだけが救いです。城攻めするって割には貧弱な部隊なのね。ちょっとこれ大丈夫なのかしら。我々だけで国王の城を攻めるとすればちょっと絶望的ですね。進軍ルートとしてはまず川を渡り東に進み、回り込むように城門を目指すことになりますが、二つの円筒から見下ろされる巨大な道です。そのまま進めば大きな犠牲を伴う結果となるでしょう。何これ無理ゲーじゃない？城門にたどり着き、そこを突破したとしてもさらに奥に2番目の城門、その先の国王の城は4つの円筒で守られています。地形をうまく利用した堅牢な構えですね。当然罠も多数仕掛けられているでしょう。ちょっとお腹痛くなってきたのよ。反乱軍は南から我々が、北東からフォーク卿が、そして北西から司会であるバークレイ卿が進行します。あ、今回はご主人様だけじゃないんだ。なら楽なもんじゃない？楽勝なのよ。ところがですね、そうも言っていられないのです。え、どういうこと？最終章の目的は国王の殺害ですが、これを我々が果たさねば勝利となりません。え、それってハゲかヒゲがやっちゃったらご主人様の負けってこと？そういうことです。しかもバークレイ卿とフォーク卿の部隊は我々より数が多く、敵城までのルートも我々より短く、そして安全です。バークレイ卿に至っては第一の城門の内側に陣を構えています。何それずっこい。勝てるわけないじゃん。しかしそれを何とかしなければなりません。何とかって、何とかなるの？手勢が少なく、進軍距離も長く、障害も多い。30区を抱えた我々が勝つ方法は一つしかありません。勝てるの？なら何でもやるのよ。その方法は勝利をつかみ取るのではなく、かすめ取ることにあります。なんかせこいこと考えてるのだけは分かったのよ。具体的にはですね、バークレイ、ホークの両軍には、先に城を攻めてもらいます。そこで多大な犠牲を出しつつ城門を突破し、罠をかいくぐってもらい、我々はその後ろを安全に進んでいきます。そしてタイミングを見て国王の館に突入。30区を抱えた我々の勝ち筋はこれしかありません。名付けて、小判ザメ作戦です。そのネーミングはどうかと思うけど、つまり味方から魚振っちゃうってことなのね。いいじゃないいいじゃない。ハゲとヒゲが顔を真っ赤にすること受け合いなのよ。この作戦はタイミングが全てです。味方の進行に合わせて、犠牲を極力抑えつつ部隊を進め、ここぞというタイミングで突入を図らねばなりません。慎重かつ大胆に行きましょう。これが最後の戦いです。それではプレイ開始。まずはカタパルトで目前の円筒を破壊します。あれ、ハゲとヒゲが突っ込むのを待つんじゃないの？タイミングを見て国王の館に突入するためにも、ある程度は近づいておく必要があります。目の前の円筒はバークレイ卿、フォーク卿の部隊とも、距離が離れていますので、この円筒の敵兵の目方の部隊に行くタイミングでは遅いのです。幸いこの位置なら敵の攻撃は届かないようです。円筒を破壊して城門に至るルートを確保します。ヒゲの部隊が城門を突破したみたいなのよ。急がないと先を越されちゃうのよ。慌てる必要はありません。彼らは城壁の一部を破壊しただけで周囲の敵は残っています。奥には第二の城門もありますし、そう簡単に先には進めません。そして目前の円筒を破壊、フォーク卿の部隊が露払いをしてくれる間に我々も部隊を進めましょう。荷車隊に先行させましたが、やはり第二の円筒からの攻撃が激しいですね。このまま進めばかなりの犠牲が出るでしょう。でも早く行かないとヒゲに先を越されちゃうのよ。ほら、ヒゲの兵士が2番目の城門まで来てるのよ。確かにそろそろ行かねばなりませんね。タイミングとしても悪くありません。進軍しましょう。最初の城門にフォーク卿の兵が攻め込みました。いいタイミングです。これで最初の城壁の敵兵はフォーク卿が引っ付けてくれます。一気に第一の城壁を抜けましょう。ハゲとヒゲはもう2番目の城壁も抜けたみたいなのよ。どんどん攻め込んでるみたいだけど本当に間に合うの？今彼らは我々に道を作ってくれているのですよ。見てください。どんどん罠に引っかかっている様子を。あの後ろを進めば我々は安全というわけです。
ハゲもヒゲもいい面の皮なのよ。第一の城壁を突破しました。ちょうど前を放棄城の部隊が行進しています。彼らの後ろに続きましょう。お城の近くはもうハゲとヒゲの兵士でいっぱいなのよ。早くご主人様たちも行かないと。しかし国王軍の抵抗も激しいようで、反乱軍もなかなか館に突入できずにいるようです。良い状況です。彼らが手こずる間に我々は距離を詰めましょう。今回ご主人様たちほとんど働いてないのね。珍しい展開ですね。バークレー城、王府城の両部隊ですが、見焼かれるは落とし穴に落ちるわ、バリスタに吹っ飛ばされるわで、ちょっとした地獄絵図ですね。ハゲー、ヒゲー、頑張れー、ご主人様のために道を開くのよー。王府城の部隊が国王の館に突入したようです。まずい、それはまずいのよ。目の前の障害はほぼ取り除かれたようですし、頃合いですね。でも今からでも間に合うの。こんな状況でも入れる保険があるの。全部隊で最速の冥府兵を突入させます。幸い国王の兵士はそのほとんど方の味方と交戦中です。その間隙を縫って一気に館に突入します。目指すは国王の首ただ一つです。こうなれば全てを託すのよ。冥府兵突撃現在屋上で国王と王府城が一騎打ちの真っ最中です。急ぐのよ、ヒゲに先を越させてはダメなのよ。冥府兵部隊、国王と鉄壁。よし、これで勝ったのね。いえ、まだです。国王にとどめを刺した部隊が勝利者です。え、じゃあヒゲがやっちゃったら。我々の負けです。マジ、ここに来て運次第ってわけなの。国王を攻撃する兵の数はこちらがはるかに上です。確率としては十分なはずです。国王は倒れたようですが、結果はどうでしょうか。勝利こうして新国王となったマスターは、ハゲとヒゲと共に末永く幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし、まる。そうはならんやろ。ということで、ストロングホールド2、キャンペーンクリアです。いやー最後はウンステンプにお任せだったけど、勝ちは勝ちってやつなのよ。そうですね、5番ザメ作戦大成功です。最初にマップを見たときは正直、これ、あかんやつじゃね、とも思いましたが、なんだかんだで初見クリアでしたね。絶戦の RTS もサニキなら自力で正面突破しちゃうかもしれないけど、ご主人様にはあれ以外のやり方がちょっと考えられないのよ。そして今回をもちまして本作の実況も完結です。本作はストロングホールドシリーズの中でも、シナリオ重視な異色の作品となっています。公式で日本語化されていないため日本ではマイナーな作品ですが、この動画をご覧の方に少しでも興味を持っていただければこれ幸い。それでは、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。